どうもクラリネット奏者なおです。今日はちょっと楽器から離れて、まあ音楽には関係することなんですけれども、ちょっと楽器から離れてねお話ししたいと思います。今日のお話なんですけれども、音楽と人間関係っていうねお話をしていきたいと思うんですけれども、まあ吹奏楽の闇のメールフォーム見てもね、やっぱり人間関係で悩まれてる方いろいろいらっしゃいます。たくさんいらっしゃいます。で、私もすごく気持ちが分かって、やっぱり人間関係ってね、40、50人集まると本当にいろんなことがあるわけですよ。そのいじめだったりとか、喧嘩だったり、まあ喧嘩ぐらいだったらね、人間関係でいいことだと思うんですけども、意見が合わない人で意見をこうぶつかり合うっていうのはね、別にそんな悪いことじゃないかなと思いますけれどもね。その、やっぱりね、人間一人一人違うので、どうしてもぶつかり合いが起きてしまったりとか、その浮いてしまった人をこう排除しようとする動きっていうのはね起きてしまう。で、私それはすごく嫌なことだと思うんですけれども、起きてしまうことはしょうがないことなのかなとも思っています。大人たちがよくね、いじめをなくそうなくしそうって、なんかこういろいろやるじゃない、イベントとかさ、啓発活動もう。おっしゃる通りなんだけれども、じゃあ自分顧みて大人たちがいじめをしてないかっていうと、私はそうは思わなくて、大人の方いじめの方がまあ陰湿かなって思う時があります。ただその子供の時のいじめと違って直接的ないじめはしないので、あくまで大人のいじめっていうのは人を踏み台にして自分が成功の道を階段駆け上がっていく人がいたりとか、あと自分がなんていうのかな、嫌な人ってをこうどうやって蹴落とそうかなとか、そういうサラリーマン社会ではね、そういう出世競争があったりとか、まあ、そういうなんか人をこう陥れるようなことをするのが大人のいじめかなと思うんですけどね。私はそういうの大嫌いですけどもね、なかなか難しいものですが、まあそこは置いといて、今日は中高生とか大学生向けにね、まあ、小学生もいるか、そういう問題のお話をしていきたいと思います。ちょっと切り込んだお話しますけれども、実際多分今所属している吹奏楽団でいじめられてる子がいたりとか、その人間関係で派閥ができて問題がいろいろ山積してる部活たくさんあると思います。自分もそれは経験してきましたし、実際自分はいじめられたこともあるし、いじめてる人を 見過ごしたというか、こうなんていうのかな、こう見て見ぬふりをしたこともあります。それはすごく自分にとって、その特に後半 その見過ごしたというか、自分がいじめられたことあるくせに、その人なんか浮いてる子がいるがクラスだったかな、クラスでその子のことをこう無視まではしなかったですけれども、やっぱりそうちょっと距離を置いたっていうところはいけなかったことかなって今思い返すとね、そこはすごく後悔してる部分なんですが、まあ実際そういうことはあると思います。で、いじめられてる子たちにまずお話ししたいんですけれども、そのいじめの種類にもよると思うんですが、基本的に相手にしないことと、あとその自分が傷つくようなことを言われた時とか、物理的に暴力的なことをされたのであれば、それはやっぱり教員とか親とかに相談するのが一番いいと思います。やっぱそれがなかなかできない年頃なのはよく存じてますけれども、ただやっぱりその自分が苦しいって言って、自分が苦しいからって言ってこう自分を責めちゃって、自分が傷つきっててね、自殺とか、まあ、そこまでいかなくてもやっぱりうつ病とか精神病とかになっていく可能性があるので、まあ、今自分がねそういう立場にある人はやっぱり誰かに相談する勇気っていうのが必要になってきます。でもそれはすごく大変なことなのよく知ってますけれども、まずそこはね、いじめられてる人は、でいじめられてる人を見た時とかは、まあ、これもすごく当たり前な話なんですけれども、やっぱりその人に手を差し伸べてみる、自分がいじめられることを恐怖してその人に手を差し伸べない方が私みたいに後悔するので、やっぱりそこでねどうこうするよりは自分で手を差し伸べてみることをねしてみた方がいいかなと思います。で、人間ね本当に傷つく時って相手が傷つけようとしてる時としてない時があるんですよね。で、これ難しい問題でなかなかその傷つける意図がなく無意識に、まあ、無神経にそういうことを言ってしまう人に関しては、まあ、それが分かった時点で、まあ、そういう人なんだって割り切ることが大切だと思います。それを真に受けてたら大変なことになってしまうので、まあ、そこはねまず気楽に、まず自分の心を気楽に持つってところを普段から意識していくことが大切だと思いますね。で、やっぱね音楽をやる上でっていう話を
前置きしてたと思うんですけれども、人間関係がうまくいかない団体は音楽関係もうまくいか、音楽もうまくいかないんですよ。楽器って結局人間関係の鏡なので、その例えばアンサンブルやるにしろ合奏するにしろ、何かこうな、うん、その人をいじめてたりとか、そのハブにしてるような人たちがいたら、それアンサンブルとして成立しないんですよ。やっぱり本当に仲が良くないと、その一体感を持てないと、やっぱり合奏にしろアンサンブルにしろうまくいかないですね。あのもちろん大人になればね、大人になり、なればそのなんていうのかな、ある程度弾けるので、あの相手のことに深く突っ込まなくてもアンサンブルはできるんですけれども、まあ、小中高大ぐらいはね、やっぱりそのやっぱ人間関係がしっかりしてないとあのダメなので、言いたいことがあったら相手にしっかり言う、ね、で一方的に何かを押し付けない、相手の気持ちになって考えるってことをね、しっかりかやっていただければね、あの人間関係のある程度うまくいくので、あとありがとうとごめんなさいをきちんと言えることね、このぐらいかな、あの言えれば人間関係うまくいきますから、大抵の場合は。でそれでもどうしようもない場合は、みんなで話し合ってきちんと物事を決めていくことが大事です。みんな人間って自分勝手なんですよ。昨日も話しましたけれども、やっぱ言いたいことを言うんです、人間って。だけれどもそれを言うだけだと、やっぱりそれは都合のいい話になってしまうので、そこはねやっぱりお互いにあの相手のことを考えて行動する、喋る、そして喋った後にもし自分があの相手のこと考えないで喋っちゃったなって思ったら、まあ、それは後で自分がその相手のことを考えた時にどうするべきだったのかなっていうことを考えて、なんかよくわかんない話すいません、喋りがすいません、よくわかんないですよね。まあまあ相手のことを思って行動すれば、でそれがずれてたらまたそれ修正していけばいいだけの話なので、まあ、ね、必ずそのお互いにこう調和を持ってあの行動すればね、アンサンブルとか音楽っていうのは非常にいいものになっていくのでね、やっぱり人間関係とその音楽っていうのは密接にかかっていることなのを意識しつつ、やっぱあのある程度のあのそのなんていうのかな、まあそうそう仲良くやりましょうよって話ですね。はい、なんかこんなこと喋ってもしょうがないのかなと思うんですけど、結構悩んでる方多いと思うんですよ。昨日の最後の吹奏楽の闇の動画でも、その責任感が強すぎちゃって、あのすごく悩んでいらっしゃった方のお話があったように、うん、それはねすごくわかるし、自己顕示欲が強いと、自分みたいにね、もう昔そうだったんですけど、あの自分が一番特別だっていう思いがあると、どうしても人と衝突しやすいし、まあ、いじめる方にもいじめられる方にもなりやすいんですよ。あの浮く人って大体そうですから、あの自己顕示欲が強いか変わってるかどっちかなんですね。で、あのそういう時はあのなかなか自分の性格を直すってことは難しいと思うんですけれども、だけれどもあの少しずつね、あの歩み寄れるところないかなっていうのをまず考えてみることが大切ですね。すごく今日あの先生みたいな当たり前の話してますけれども、でもこの当たり前って意外と大人になってもできてない人多くて、でちょっと希望的な話をすればですよ、いじめられてる人今いらっしゃったら、この場でね、あのいらっしゃったら、あのいじめられるってことはある種自分は特別だってことですからね。逆にあのいじめられっ子といじめっ子が企業経営者に多いんですよ。経営者っていじめられっ子かいじめっ子なんですよ大体。でそれはなんでかっていうと、やっぱり浮いてるからなんですね。いじめっ子っていうのはある種すごく浮いてる存在なんですよ。大体そのいじめっ子を中心にその人をいじめるんですけど、そのいじめっ子を中心にっていう時点でやっぱりその人を引きつける何かがあるわけで、いじめられっ子の子たちもやっぱりそのいじめられるっていうすごく特別なあの特徴があるからいじめられるわけで、あのどっちにしろね、あの将来性はあるわけですから、あのそういうなんていうのかな、フィールドに立てた以上ね、そういうあのポジティブな考えで、まあ今大変だと思うんですけれども、ポジティブな考えで いたらね、多分だいぶ気が楽になるかなと思いますし、実際自分もあの弱い立場の人間でしたけれども、今こうやってね、あのなんとかやっていけてるわけで、そのそれもサラリーマンとか雇われの立場じゃない立場でね、あの生きていけてるわけですから、まあ、そういった意味でもそこまであの今の状況を悲観するんじゃなくてね、自分を責めるんじゃなくて、まああの
自分は悪いことしてないって思えるんであれば、それはまあ自信を持って堂々と普段から生活していただきたいなと思います。なんか力に慣れてるかわからないんですけれどもね、少しでも何か今人間関係に悩んでる方いたら、ちょっと参考にしていただけたらと思います。あと、まあいじめられてる人を見た時に手を差し伸べてください。で、私がそれができなかったので、その高校時代にね、それがすごく今でも後悔しています。本当に困ってる人がいたら、その、まあ、その子のことが人間的に生理的に無理でなければね、手を差し伸べてその子のことをやっぱり何かこう聞いてあげてください、お話をね。それで何か解決策が出るかもしれないし、うん、やっぱりね、仲良くやるのがなんだかんだ言って一番いいですから。はい、ということでね、まあ今日はちょっと人間関係とかいじめとかそういうお話しさせていただきましたけれども、まあこういう話題もし何ていうのかな、皆さんの要望にあればどんどん話していきたいと思って、気軽にコメントいただけたらと思います。楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、その他いろいろやっておりますので、サブチャンネルもやってますね。はい、フォロー登録よろしくお願いします。では今日はこんな感じで失礼します。